金倉寺駅は、香川県全通寺市稲城町にある、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、D13。相対式ホーム2面2線の交換可能な地上駅で、駅舎側1番線が、上下本線、2番線が、上下副本線の一線スルー。停車列車も含め、行き違いがない場合は両方向とも、駅舎側の1番乗り場を通行する。 駅舎は新しいタイル作りの簡易なものだが、駅前の食料品の店で2008年6月まで乗車券販売を受託していた。現在は待合室内にオレンジカード未対応の自動券売機が設置されている。ホーム間に通路がないため、駅舎側でないホームへは南側の道路から直接入る。無人駅。駅舎内に給取り便所がある。 2020年3月14日から、多度津駅琴平駅間に行こうかなどの交通系 IC カードが導入されたが、当駅は導入対象外であるため行こうかなどの交通系 IC カードは使用できない。1日平均の乗車辞任は以下の通り。1963年に廃止になった琴平三宮電鉄丸亀線にも金倉寺駅があった。 土産線金倉寺駅から東側に離れた香川県道25号全通寺多土線上に設置されていた。ありがとうございます。